あ、よし。さあ、ポケットモンスター第11話だぜ。あ、始まるね。始まるんだぜ。見ていこう。よっ。今回小春ちゃんがメインだな。ヒロインなのに、ヒロインの座すっかりゴー君に奪われてるからね。メイン会だ。ワンパチ。おわっぷ。学校行ってんだよね。ポケモントレーナーの世界で珍しく、珍しい人種。あ、兄弟いるんだ。サトシさんいてないのかな今日。
ワンパチかわいい。あ、身が入ってる。ワンパチ、ワンパチご飯食いたかっただけだ。最後か。悲しい序列だな。チャイルドシート。ワンパチかわいいな。進化したパルスワンもいいよね。ワンパチのぬいぐるみはまだ出てないかな。あ、出てる。かわいいわ。まあガラル地方の名物といえば、ウールとワンパチとマホイップだもんな。カルちゃんメイン会はこれが初だからどんな子かわからないしね、まだね。ゲンガメイン。広いな。ジゴも入ったしね。前回海竜ゲットだぜ。ハグ好きだからね。可愛い。ケムッソ。いじめてる。どっちがいいんだろうね。アゲハンとかドクケール。カラサリス。
あ、じゃあマユルド、マユルド、マユルド、ちゃんと可愛いね。出た。ケムストが進化するのはあ、時間じゃないんだ。あ、時間進化かと思ってた。別に夜だからってわけじゃないんだ。完全ランダムなんだ。お、ポルターガイスト現象。マネジンじゃないね。あ、そうか、第1話でめっちゃポケモンについて熱かったけどね。フランソワズ人気投票第1位のコエルだ。図鑑さんお疲れ様です。シャドーボール、直撃だ。What?
コイルで見たもん、かわいいぞ。勘違いされてる。満席の子ピカチュウだ。身近にいるのが当たり前すぎてよく分かってないってやつか。ワンパチ。お母さんイラストレーターだ。出会っちゃった。パパ。ゲンガーって匂いすんのかな。やる。ドヤ顔。なんで顔芸するんだよ。
そんなキャラだったか。氷のパンチ、あ、冷凍パンチ。冷凍パンチ 10% の確率で降臨する。ちゃんとついてる。サイコキネシス。睨みつける。スパーク。30%の確率で麻痺。諦めてない。おお、なんか起承転結のキーみたいな、そんなやつか。どうなんだろうね、解決してないよ。ワンパチだけが覚えらず、なんだろう。でもワンパチ吠える覚えるからね。相手のポケモンを入れ替えできるから、ホエルは強い。
じゃれつくも覚えるんだ、フェアリータイプ。あ、ワイルドボルト、これか。ほう、あ、ニトロチャージ覚えんだ。はあ、なるほど。次回がすごくて、次回が噂通りになっちまった、あのダンで出るって。ポケモンワールドチャンピオンシップスで、四天王杯、四天王を渡るとダンでだって。やべえよ。次回楽しみだな。じゃあ次は12話でダンで生産誰だろう。